まあ、自分なんか大学入った時から臭いですけど、差別と貧困という2つのテーマが自分のライフワークと思ってましたけど、周りのものと会話しても、まあ、そんなことを思ってるものはほとんどいなく、政治とは何かっていうのは、政治とは私は弱いもののためにあるものだから、政治というのは今強いものとか今ハッピーなもののためじゃなくて、今ハッピーでないもの、弱いもののために政治があるわけですから、当然どっち側に立つかというと弱いものを、ある意味しんどい思いをしている側につくわけです。Thank you.